毎度。今日はネタ切れっていうわけじゃないんだけどね、この2本スーパーニッカとサントリーオールド、これをね飲み比べてみたいと思いますね。サントリーとニッカのね両雄という感じなんですけどね、まあブレンドウイスキーで、まあ、うん、どうなんやろ、だからもっといいやつもねそらありますけどね、響きとかザニッカとかね、まああるんですけど、まあまああのこれくらいのお酒、まあ打ち飲みでちょっと贅沢したい時に飲むのにはねいいくらいのね、まあこれの2つも贅沢なウイスキーなんですけどね、うん、まああるうちに飲み比べてみようと思います、ね。いい香りがしますね。これアルコール度数はどうかな。アルコール度数は確か同じかな、 43%、うん、まあ両方ともね昔の時代で言ったらね特級って言われるウイスキーだからね、うん、オールドはねすごい前やった時はねすごい美味しく感じたんですけどね、まあそれからまたいろんなウイスキーをね俺も飲んでますんでね、うん、まあその時と同じ感覚なのかどうかっていうのは分かりませんけどね、うん、ではどうしような。今日も喉渇いてますけどね、どっちを先に飲もうかな。うん、じゃあオールドの方がちょっと値打ちなのでオールドの方から飲みたいと思います。この余韻ね、この余韻がね、低価格のウイスキーにはないような気するんですね。まあ、シェリーダルユエンの感じが俺の口に合うのか分かりませんけど、非常に美味しいです。では、スーパーニッカいきます。俺の舌もね、だいぶ、うん、だいぶ分かるようになってきたというかね、ああ、ニッカの味やなっていうか、ちょっとピートっていうのかね、宮城郷的なね、感じをね、感じますね。うん。まあ、夜市なのか、ちょっと分かりませんけど、宮城郷もね、俺の中では結構癖のあるウイスキーだと思っていて、最初苦手と思ってたんですけどね、まあそれがハイボールよりもロックで飲むといいですよみたいなことをね後輩に聞いて、まあ飲んでるうちにね、まあそれも舌が慣れるよね、あ、宮城はこういう味でこういう味はこういう味で美味しいなっていうのは頭が覚えるとなるとね、あ、そうや俺髪切ったんでね、またね、本当にハゲ対策でね、うん、まあまあそんなことはいいんですけど、スーパーニッカ、スーパーニッカのね、ニッカの中のその高級なウイスキーのね余韻を十分感じれるウイスキーだし、オールドの方はねその山崎のねその感じが感じられるねウイスキーですし、まあ
き分けということでよろしくお願いします。お酒の味を僕は知りました、うん、ウイスキーの味をねちょっと分かるようになったっていうかね、まあ、ちょっとこのチーズ食べて、うん、チーズ好きでね、まあ、これ歌おうと思っとったんやけど老眼で見えるかどうかちょっと怪しいですよね。私お酒の味を知りました。ほろ苦いお酒の味を、私偽りの言葉知りました。心に染みる偽りの言葉、長い冬からやっとの思い出、逃れ逃れてきたのです。冷たい心からやっとの思い出、逃れてきたのです。いい、うん、ウイスキーの味がねちょっと分かるようになってきたらますますねあのウイスキーが楽しくなりました、うん、ということで今日金曜日、うん、皆さん良い週末を。では